JR 九州は今月からキャッシュレスに対応した新型の自動券売機を順次導入します。 JR 博多駅で公開されたのは、新たに導入されたキャッシュレス決済対応の4台の自動券売機です。今回導入された新型の券売機では、スマートフォンのコード決済で簡単に買うことができます。新型の券売機はコード決済とクレジットカード決済で、在来線や特急自由席の切符を購入できるほか、定期券の購入も可能です。 JR 博多駅ではこれまで定期券の販売は指定席用の券売機13台と窓口で対応していて、混雑が常態化していました。新型券売機4台が加わることで、2割程度混雑が緩和される見込みです。幅広い購入方ができますので、よりスムーズにご案内できると思います。この紫の券売機を目印にお買い求めしていただくと助かります。新型券売機は来月末までに鹿児島線や日豊線などの31駅に設置され、再来年3月までには95の駅に100台が設置される予定です。